おはようございます。おはようございます。本日大人気の矢倉先生と。先生。これ何て言うんですかこれ。面台です。面台。面台のシーリングってこれ見てもらうと分かるけど、サッシとサッシの間でしょ。だから塗料で塗らないんだね。普通窓周りとかさ、壁と壁だから塗るところの間じゃん。塗るでしょ。これ面台っていうのは塗らないから材料も違うんです。材料は何ですか。サッシの色に合わせて編成で使います。変性シート、はい、あの外液剤とまた違う、塗料が乗らなくても大丈夫、紫外線に強いっていうものを使うから、まあ、そういうものを使って今回面台をちょっとシールってみようと、まあ、撤去だけはもうしてあると。で最後にこれに実際にあのシーリングを入れる方法、ちょっとそれおまけでこれもつけようかって話になってるんで、これ特殊だで面白いと思う。ぜひ最後までやから先生ノリノリです。面白かったらちょっとこれつけるんでコメント見て、これありかなしか。今日頑張ってます。じゃあ、矢倉先生、実際にお願いします。はい。あ、今入ってますね。まあ、これね、色が違うでしょ。もうこれ色粉っていうのを混ぜて作ってんだもん、材料が。色板があって、塗料みたいに色決めれるから。うわ、めっちゃ早い。早いね。で、打ってからまた実際鳴らす。材料違う、実際これ。だって色作ってたでしょ、変性シリコン。じゃあ、色も現場で調節する感じの。そうでも色は決まってる。110何番、112番、113番って、それを混ぜたらこの色になりますよっていうのがある。こんな感じですね。ここは鳴らしだよね。はい。取る？取るか？取る。ほぼ役に立てませんこれでもなかなか年代ってね、見られんからね。本当にね、あの一般の方はよく見落としてるのが、あの年代やってないって人が多い。でもこれアノモリの原因になるから、確実に。すごい、なんかアイスクリームみたい。で、面台やってないっていうのは、はい、あの面倒くさいっていうのもあるけど、はい、その実際に外壁やってないかやってるかも、足打ちしとったらわからんじゃん。で、取るんだったらわからんでしょ。で、そういうのでごまかせちゃうというか。そうだけど本当にあのこれ一般の方がどれぐらい見てくれてるかわかんないけど、シールのために塗装やるみたいなもんだ。だって外壁塗装って綺麗にするのももちろん大事だけど、雨漏れ直したんでしょ。だからこういうところ全部ちゃんとやっていかないと。やっとるね。せっかく何十万もかけて足場かけてやっても、まあ、本当に意味ない。綺麗になって終わりって感じだね。結局雨漏れ3年でしましたさ。全然あるあるだよ。チョコレートみたいな美味しそうだいや僕さっき言わせてくれてたよ。ガン無視されましたもん。コツなんかあるの？今回ヘラだね、ゴムじゃない。なんでそれ？ゴムだと中に入っちゃうって言ったの。あ、なるほどね。こういう場合はヘラだ。これ乾いてくるとこうなんていうかカーブのかかったようなゴムみたいになってくる。ちょっとダメです。ディレクター使える。お客さんに分かりやすいのがボットでしょここ難しいね、一番難しいところね。でこういうところやっぱプロの仕事だよね。それこれぐらいとこう、あんでもならせんでね、俺もちょっとやったことあるけど。出っ張ってるところが難しい。そうそう、いうところも綺麗ですね。あ、やっぱ綺麗ですね。これ残ってるのこれ紙テープ取るからね。だから先生は毎日これ仕事だね、シールが。すごい。塗装だとこう足場は足場、内は取る。これなんかこの詰めるときとかコツあるんですか。けど立てないから、こうやってやることで材料が中に入ってる。押し込む感じなんですか。はい。すごい。見てるよりもやってる方がめちゃくちゃ難しいですね。押し込むって相当難しくないですか。難しいです、ね、押し込む難しい。どうですか、まあ、こんな感じですか。はい。これちなみに余ったものってどうするんですか。缶に戻してまた使う。あ、使えるんですか。はい。でこれ見ると分かるけど、同じとこからずっと入れてんの、あのついちゃうでしょ。こっち側で全部固めとかすと、うん、あちこちついちゃうでしょ。一箇所にずっとつけて、そうすると持つ時も全部ついちゃうでしょ。はい。じゃあ、シーリングの面台の地下工事をお送りいたしました。はい。じゃあおまけ映像でね、ここが綺麗です。一本と難しいから、うん、ぜひ見てください。はい。またねー。回しながら撮れた。なんで回しながら撮る。回さないで撮ると、はい、材料が伸びて下に落ちちゃうんですよ。はあ、なるほど。でこれを充填していくんですね。はい。でなんかコツは。コツは。ゆっくり引っ張っていくことです。これね、ほらジューって座れてるでしょ。あ、ほんとだ。吸うときもコツがあるんですか。そうですね。あんまり落ち着けないで、うん、ゆっくり引っ張れた方がいいです。へぇ、で、入れて、回すと。こう、つけて、なんというか、はい、やってますよね。つけて、空気が絶対入らないようにしたからね。そう、空気入ったらもうやれないもん。そうか。ポコ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 なっちゃう。もう綺麗にならしょう。絶対に空気入れなあかんから。それでこうやってやってるんですか。そう、はい、まあ、そうか。もう終わっちゃった。もうちょっと回転しんと。まあこんな感じです。
関係ねえ結構早く終わっちゃう